エアイタリーはかつて存在したイタリアの航空会社。2018年にメリディアーナへ統合された。エアイタリーは2005年に設立され、トリノブダペスト線に就航した。株式は当初 BV やセットマネージメントとジュゼッペ、ジェンタイルがそれぞれ40%ずつ保有し、残りの20%をパスファインダーが保有していたが、投資会社が 株式の40%を2億8000万ユーロで取得し、その投資により、エアイタリーがボーイング767を3期増やして、アフリカやカリブ海地域へのリゾート路線の拡充を行った。また2007年にはポーランドに子会社を設立して、ボーイング757により、航空サービスを展開した。2011年7月、メリディアーナフライへ買収された。 2013年からはエアイタリーの便はすべてメリディアーナの便名で運行され機体のデザインもメリディアーナに合わせられた2018年3月メリディアーナを存続会社としてエアイタリーは統合エアイタリーの名称はメリディアーナが法人名を変更して引き続き利用された2020年に2代目となるエアイタリーが会社生産されエアイタリーは 運行を停止したエアイタリーのボーイング757型機2011年時点。ありがとうございます。